こんにちは、橘亮です。水の遊園来ております。まあ、これもね、例によって 24% なので、まあ低いよね。魅力持ってないしね。魅力はもう今強いよね。やっぱ重心化って最高だなということで、まあ、エンジェリーディーバも欲しいですし、ラミエルもね、まあ、欲しいよね。スサノもまあ活躍するっちゃするんじゃないかなということで、ストライクショットショットショット、まあ、何が出ても嬉しいっていうのは多分あると思うんだよな。あんまりキャラ持ってないっていうのもあるんで。あれまたウルズじゃない？誰？いやもう誰だろうっていうことが多すぎるんだよな。いやシリウスはいらんよ。もういらん。これなんて読むの？総比かな？もう重心化がないともう重心化に来たいっていうことぐらいしかないんだよな。もう一の極はもう使わんて。まあまあまあ、キャラが増えただけでもありがたいということにしておきます。はい、こんにちは、橘亮です。前回のね、水の遊園に引き続きこのグリーンファンタジーを引いていきたいと思います。やっぱね、 24% は引かなきゃ。引かなきゃ。はい、雨の村子も1体だけ持ってるんだよね。まあ、ここで見ればわかるけども、重心化ももうさせてあります。で、パールも持ってて、で、今一番欲しいのはやっぱリキューかな。水時2をね、もう素早くパンパンパンって終わらして、厳選にね、あんまり時間をかけないようにはしたいところですね。あとはやっぱり伏せ姫、伏せ姫も欲しい。17の極かな、多分17の極でね、活躍してくれますのでね。まあ、パールいて、あとベディビアも持ってるんでね、その3体がいればとりあえず OK だろうという感じにはなっているんですよ今で。ナイチも持ってない、ロビンフットも持ってないね。ここら辺は欲しいですよね。この右側の3体は、まあ、ザドキエルが未来あるのかなっていう感じなのかな。はい、では引いていきたいと思います。よろしく。まあ、今覇者の塔も来てるんでね、石にはオウムには困らないでしょう。ストライクショットショットショット。これさ、 24% になったってことは、まあ、相対的に言えば確定演出が出る可能性確率も上がったっていう捉え方でいいよね、多分ね。おいおいおい、反動か、これはすごいな。ちょっとマジか。いや、引かないですけれども、もう嘘でしょ。まあ、こういうこともありますわな。そういうことですわ。次のガチャなんだろう。次、重心カロンか。重心カロンは、よくわからないな。何が対象になるかによるか。それしかないもんな。うん。まあ、次のね、重心カロンも引いていきたいとは思います。やっぱこの 24% はね、でかいって。これ多分永続ではないと思うから、その初回ね、この春のキャンペーンでしかないと思うから、まあまた今後ね、あるかもしれないけど、今は、今しかないんで、引いていきたいと思います。ね、次の重心カロン、それからオリエンタルトラベラーズ、そして劇重心祭と、引いていきたいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければね、次の動画も見ていただければと思います。またね。